どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今日はですね、ミッドナイトシフトというホラーゲームをプレイしていこうと思います。まだデモバージョンなんですけど、このゲームはですね、マネキン保管施設の夜の警備員をするゲームということで、マネキン保管施設って何設定がわからなすぎるけど、早速スタート。お、あー、こういう感じなんだ。なんかレトロな感じでいいね。ちなみに2016年のゲームなんですけど、出口が鍵かかってると、だから鍵を探しに行けみたいな感じか。あー、よくあるやつやこれ。なるほどなるほど、ライトを消したりつけたりできると。マネキン保管工場か、こっちか。マネキンがいるのか。あ、上向きに置けって。なるほどね。横に書いてあるの珍しくない？あとなんか光ってないか、気のせいか。なんか光ってるよな、あれ中で。鍵じゃないのか。あ、マネキンがありますね。おい、これ大丈夫か？これ、先っちょが黒かったりしたら、これアウトだったけど、危なかったね。あー、いっぱいあるわ。お、なんだ？ん？紙があるってだけか、ただ。マネキン倒れてますね。雨すごいなぁ。昨日も雨でしたよね、そういえば。あ、汚っ。汚い。でもなんか、思ったよりマネキンないな。なくない？もっといっぱいブワーってあんのかなと思ったけど。じゃあ、ライト眩しすぎて見えねえんだよな。あ、注射とお酒ダメみたいな。薬とお酒ダメみたいな感じ？工場内で書くことか。あれ？なんか狭くね？これ狭いよな、明らかに。マネキンの手とかあるけど。あ、ちょっと待って。鍵あったんだけど、普通に。え？めっちゃ簡単だったんだけど、何これ。顔に見えた。ああ、マネキンすごいバランス力だね、片足で。なんだ、これ。走ったりはできなさそうですね。おっと、嘘でしょ。あれ、ちょっと待って、さっきいなかったよな。え、怖い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 。ロボットの映画でこういうのあったよね。アイロボットだっけ、ロボットが反撃を起こすみたい。すんごいバランス力やば。なんかさ、なんだっけ、鳥、何、大丈夫？え、血出てない？まあ、血なわけないよな。だって、マネキンだもん。マネキンから血が出るわけがない。うん。でもさっきと配置変わってんな、マネキンの。動き始めた。おっと。うん。フラミンゴが憧れそうって俺言おうとしたんだよ。その片足で立ってる時。今思い出した。君。まあ、いいや、とりあえず、出るか。おっと、何やってんの、クレーンの顔。え、全部あげちゃった系アンパンマンだ。僕の頭あげるよ。いや、こんないらないっす、アンパンマンさんみたいな。いや、え、あったかいコーヒーがこれあったっけさっき。え、監視カメラ怖っ。これ大丈夫か、出て。まあでもスルーでいいんだよね。オープン、はい。おいおい、まだ続くんだ。なるほどね、まあ、そんな簡単なわけないよな。てか、こっからが本番の可能性あるな。あーあーあー、転がってるわ。やべえ、このホラーゲーム結構怖くね？割と怖いぞ。なるほど、マネキンがある。突然現れたりしないでね、マジで。お、なんか片手なかったりするやつ多いな、マジで。出口、上だ。上に上がればいいのか。はいはいはい。おー、突然の。食パン加えて、角でぶつかろうぜ、俺と。マネキンとは恋したくないな、でも。ジャンプとかもできないからね、このゲーム。顔落ちてんの怖え。しゃがんだりもできない。多分この主人公、めちゃくちゃ、体硬いんでしょうね。しゃがむこともジャンプもできない。顔が。
まあでも動いたりしないからさ、マネキンってまだ怖くないよね。うん、動き始めたら俺は怖い。あ、なんか教えてくれてんな、これ手でこっちへどうぞみたいな。いきますわ。じゃあお言葉に甘えて、あ、お言葉は喋ってねえか。あ、鍵、何、なんか今ザーって言ったよな。あそこの鍵かな、もしかして。鍵が必要なことさえ分かんなかったけど、とりあえず来たら鍵の場所に着いたな。変わってない、変わってない。おっと、変わってる。手が出てきてる。これ何この手。あー、びっくりした、びっくりした、今びっくりした。動いてないのに、こっちへ勢いよく迫ってきたわけじゃないのに怖い。あれあれ、まさか。ずっと目が合うな君とは。こんな人初めてだ。俺人の目見て喋れないんだけど、実況中はやっぱ喋れるもんだね、人の目見て。君は？君は大丈夫。なるほど。これさっきもいたよね。あ、お尻見たの初めてじゃない？何げ。ちょっと待って、こっちは何ってか。こっち行ってないよね、まだ。マネキンが並んでるだけか。あ、こっちへ行けみたいになってる、矢印で。こっちから行くのか。何の音だ、さっきからシャーシャー。わあわあ、びっくりした。あー、なに、ちょーい、その音鳴ってからさ、時間差でマネキン落ちてくるのやめてくれ、顔。なんか、なんか、え、持つことできる？さすがに持てないか、顔。こいつ怖い、なにこれ。え、誰、なんでそっち向いてんの、あんた。ここなんもないぞ。みんな多分これ登ったりすることできないもんね。はめられました、皆さん。完全に一個持って帰ろうかな、お土産に。ちょい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 、違うじゃん、こっちじゃないじゃん、やっぱあの階段なんだよ。あれ、さっきいたっけ。おい、また目が合うし、もうこれ後ろまで行きたいね。後ろまで回ったら、後ろまで回ってくるのか。いたっけ、お前と目が合う。なんだ、喜んでんのかお前。あー、上行けって。なるほど、結構優しいマネキンだぞ。優しいマネキンってなんだ、つうか。こんなにマネキン見ることなかったな今まで。え、帰るなってこと。そう、時間してよ、ちょっとねえ、時間してよ、めっちゃ見てくんな。めっちゃじっと見てくんな。今こそ千鳥さんのあのギャグ、ギャグっていうかツッコミ、口でも癖ですかが合いますね。行きましょう。びっくりした、なんかスマホで自撮りしてるのかと思った、この人。こっち行けばいいんでしょ。怖いな、もう脅かしようぜ、やめてよ。あ、登ってるんだ君。さ、ついに出口か。鍵はあるからな。オープン。え、あ、いたいたいた。びっくりした、一回開かなかったから、なんか何かと思ったら、なに、なに、あー、なに、いなかったじゃん、さっきまで。もう目がチカチカする、早く行こう。目に悪いことだけは確かだ。なーちゃい、相変わらずチカチカしてるわ。ライブとかの演出でありそうじゃないあれ。3曲目あたりだな。なんだ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 、おい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 、激しいな。こっち向くこともしないわ。なんだこれ、いいの本当に入って。最後の扉感あるで。え、終わった。終わった。おい、最後なんでもいいから扉作っといてさ、扉あったじゃんあれ、入らせてよ、入って終わりみたいな感じにしようよ。いやでも面白い。これちょっと楽しみだわ、本編。なんかさ、そのグラフィック自体はこう、なんていうの、レトロ風なのにすごい怖かったし、ちゃんと驚き要素もあって、僕はこの雰囲気とても好きです。ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。すごい面白かったですね。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタン押してね。ではまた次回のホラーゲーム実況動画でお会いしましょう。ポッキーでした。じゃあ皆さん、バイバイ。